まず現場京都の方で撮影してたんですけど、まあ、東京にもちろん住んでるわけで、一日でも早く入って同じとこに滞在させようとまずしてくるんですよ。で、撮影が終わったら一日でも遅く僕を帰らせて滞在させてさせようとするんですよ。で、僕はそれをなんとか逃げ切っていました。他のお仕事もありますし、僕は基本家が好きなのでなるべく自宅にいたい。ですごい本当に事務所とかをいろんなところを使って来させようとして、それでも僕は逃げてたんですよ。で、京都に入る1日前か2日前に外で僕がお仕事をしていたら、外で撮影してたんですよ。したら神木隆之介が歩いてきたんですよ。で、何やってんのっつって、いやいや話になって偶然会って、2日後撮影で一緒の人にまず会って、で全ての撮影が終わった後に同じような場所で撮影してたら神木隆之介が歩いてきたんですよ。もう僕も逃げられないんだなこの人からと思って。そんな、でもさ、今までさ人生でもさ、うん、外で偶然会うことってなかったじゃん。しかも短期間で、そう短期間で、この大名お父さんというこの作品に入るところでそんな、なんか偶然な出会いをしたっていうのが、やっぱ神木隆之介さんの、なんだろう、力なのかなという、すごい不思議な縁を感じました。はい、神木さんかなり桜田さんにはグイグイ行ってらっしゃるんですね。すぐ帰りたがる。寂しいのになんで泊まってくんないの、なんで早く帰ってきてくんないのっつって、いや本当に必死に逃げてたんですけどね。でもなぜかどんな縁なのか、うん、ね、あったよ、仕事前と仕事後で、そう、たまたま、本当にびっくりしました。今日まで言うの我慢してるの大変でしたもん。早く言いたかったんですけど、これ逃げらんねえなと思った。もう一生逃げられないんだこの人からと思いました。逃がさないよ怖いよ、はい、さっきもね、この舞台挨拶の打ち合わせがありまして、席が8つ用意されてて、まあ、ちょっと距離を置いてこう8つ椅子があったんですけれども、神木さんが入った瞬間に寄っちゃおうって言ってこう桜田さんに椅子寄せましたよね。寄せましたね。座席指定されましたもん、自由席なのに、ここ座ってって言われて、で寄ってきて、分かったって座った龍がここ座ったら、なんか椅子寄せてきたんですよ。もう逃げられないなと思いました、ね、まあ、でも神木さんの愛ですもんね、はい、